死刑。死刑とは、国家内し考権力の法と刑罰権に基づくこと、なく、個人、または、特定集団により執行される私的な制裁。臨チとも称される。客観的には、集団暴行などであるが、加害者側の処罰意図を意識した表現である。死刑は、熱狂、ヒステリー状態下にあるものを含め、監修。 集団のある程度の指示のもとなされる場合がある。民族紛争の際に民兵集団により行われる非戦闘員への残虐行為も死刑と言える。中世以前のヨーロッパではフェーデやアハトのような死刑原理があり合法であった。しかし1400年代になり公権力による刑罰権の回収が行われると死刑は違法になった。ドイツでは1495年。 マクシミリアン一世による乱と平和令の制定によって一切の死刑が禁止された。アメリカ合衆国の西部開拓時代、フロンティアの地などでの犯罪者に対し、法の裁きを経ず、民衆による私的制裁が加えられており、この行為をアメリカ独立戦争時、暴力的行為を働くことで知られた大佐、判事にちなみ、隣地と呼称するようになった。 南北戦争以前において、死刑は治安や秩序維持のために行われるものとされ、素行の悪い奴隷や共同体の規範を逸脱するものに対し、民衆の自刑組織によって行われるものであった。その後、白人史上主義の経験経団が結成され、アメリカ人を対象に死刑を率先して行う役割を持ち、臨地の持つ意味が秩序統制から偉人種像の表現へと変化していった。 日本では、欧米に比べると民間人が徒党を組んで、実力行使する歴史や実例が、一期などを除けば多くはなく、リンチという言葉は、よりドメスティックな集団暴力行為、不良少年同士、暴力団同士、家庭内暴力などを指して用いられることも多い。なお、日本においては、として、明確に法律によらない死刑が禁止されており、他国でも同様である。なお、 自力救済を含む死刑は近代刑法もしくはイスラム法などの刑法に代替する宗教戒律の普及すらも十分とは言えない。アフリカ諸国では2014年現在も決して珍しいものではなく殺人の現行犯や単なる泥棒、あるいは民族紛争時の戦争犯罪人などと認定されたものが民衆に袋叩きにされ石打ちにされる。 生きたままガソリンをかけられて放火される、オートバイで、市柱引き回しにされる等の過程を経て、最終的にはおそらく被疑者の殺害に至っている。映像や写真が数多くで回っており、英語圏では、こうした死刑を、モップジャスティス、ボートによる正義と、越している。インターネット上では、悪事を犯したと目される人物を正義感を持って、衝動的に死刑しようとする行為。 ネット時計団が見られる、特定の個人を名指しして、個人情報、当該人の電話番号や住所、実名、本人の写真、家族構成などを晒し出したり、名指しで批判や暴言を投稿している場合がある。対象は、いじめの相手、掲示板や SNS で炎上した、一般人、犯罪を犯した容疑者、暴言や失言及び不祥事を起こした。 芸能人を含む著名人など多岐にわたる。犯罪被疑者の個人情報の流出行為については、このような犯罪を行っており、流出はやむを得ない、再発予防と抑止力につながるといった賛成の声が多く上がっている一方、ただの集団リン地じゃないのか刑が確定するまで犯罪者ではない、推定無罪、世論を代表する制裁者を気取っているといった疑問の声も上がっている。 犯罪事件などを中心に、主として、ワイドショー、週刊誌、ニュースショー、パパラッチなどによって、庶民感情の犯罪への憎悪や、覗き見趣味を煽る形で事件にまつわる被害者、加害者を問わず、人間関係や、プライバシーなどが、マスメディアによって、当事者の意向が無視された状態で、一方的に流されてしまうことで、プライバシーの侵害や名誉毀損が行われている、状況の総称。 日本のマスメディアの犯罪報道は、無罪推定すべき被疑者、被告人を犯人視して報道することが多い。日本では、確実な証拠がないと逮捕しないこと、基礎弁義主義によって有罪に持ち込めると確信できる、事件しか起訴しないことなど、捜査機関の判断と裁判所の判断の近接が生じていることが大きいと考えられる。これは、日本国外でも同様である。また、 被疑者、被告人のプライバシーを暴き立てることによって視聴者、読者の関心が高まりやすいこと、記者クラブ制度によって、マスメディアが捜査機関の一部のように振る舞っていること、警察、検察の取り調べなどの際に、被告人に弁護士などの第三者がつかないため、警察発表が一方的に報道される傾向が強いことなども大きいと考えられる。松本サリン事件などは、 その顕著な例である。本能については人権やも参照。犯罪被害者に対しては、世間一般的には、マスメディアは、同情的に流すものと意識されているが、必ずしもそうではない。被害者やその親族、関係者が、事件にまつわる取材を忌避する傾向や事件に関わる、報道を流すことを望まないケースがまま見られるにも、関わらず、 マスメディアが当事者の意向を無視して、プライバシーを暴露したり、人間関係や事件に関連するトラブルを一方的に報道するともしばしば見られる。著名人、タレント、芸能人や、それにまつわる事件のほか、大規模災害の被災者などへの取材活動に関して、視聴率や発行部数の向上など、マスコミが自身の利益につながる期待通りの取材成果や映像を得られない場合、 彼らに対して横暴な態度を取ることが見られ、これが一種のメディアリンチではないかとの指摘がある。特に後者の場合には、取材側が大規模災害を一種の祭りとして楽んでいる感覚があり、それにまつわる刺激的な演出を求めているために行われる傾向が見られるために一方的に行われるのではないかとの指摘である。例えば、報道番組での発言などについてそうした傾向が、 あるとのものである。現在では、ブログや SNS 内で同様に、不道徳な行為を行ったことを告白する人物や、企業等の不祥事、思想的に異なる見解、単なる趣味思考の違いに対してまでも、インターネット掲示板で呼びかけて、同様のことを行っており、俗に、炎上と言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。